進撃の巨人は魅力的なキャラクターが数多く登場します。その活躍に私たちは一喜一憂するわけですが、作者の諫山一先生の役目を終えたキャラは容赦なく退場させるという言葉通り、あまりにも無慈悲な退場を遂げるキャラクターも多いですよね。そんな中には亡くなったとしても不思議ではないキャラもいれば、このキャラがここで亡くなるのは不遇だと感じる強さを持つキャラもいました。そこで今回は当チャンネルで本当は強いのに大人の事情で退場させられた不遇なキャラといえば誰かというテーマでアンケートを取ったところ、合計4万票以上集まりましたので、ランキングでご紹介していきます。皆さんが不遇だと感じたキャラほど上位のランキングとなっています。またそのキャラの死にどういった役目があったのかという考察とともに紹介していきますので、ぜひ皆さんの考察もコメントで教えてください。注意、イアン・ディートリッヒ。イアン・ディートリッヒは物語序盤、超大型巨人の2度目の襲撃を受け、壁に穴が開いてしまったドラストクを奪還する際、最前線の指揮を取った駐屯兵団の精鋭兵です。突然の超大型巨人襲来、エレンの巨人化能力発現など混乱を極める状況において冷静なリーダーシップを発揮しました。エレンが巨人の能力をコントロールできず、計画が頓挫しかけ、リコやミタビといった他の精鋭兵が撤退を提案する中、エレンを守るための作戦を遂行します。最終的に彼は巨人に食われかけた兵士を助ける身代わりとなり、巨人に捕食され退場しますが、イアンのおかげでエレンはトロストクの壁の穴を大岩で塞ぐことができたのです。得体の知れないエレンを見限るのではなく、人類の可能性として捉え、命を投げ打ってけなげに尽くすことに徹するイアン。その言葉通り戦い、命を落としたイアンの姿は物語序盤の見せ場の一つでしょう。イアンが死ぬことで彼のストーリーが完成したと考察する進撃ファンもおり、彼の退場は進撃の残酷な世界観を演出する上で必要だったのかもしれません。イアンの登場シーンは少ないものの、印象的なセリフや死に様が読者の胸を打ち、一時は人気キャラクター投票にもランクインするほどでした。作者の諫山一先生に、ここまで重要なキャラになるとは思わなかったと言わしめるほどで、脇役ながら存在感が光ります。9位、ナナバ。ナナバは戦闘能力の高い調査兵団の古参兵です。ウトガルド朝鮮において多数の無垢の巨人と戦い前線します。アニメ版進撃の巨人では、ナナバの優雅にも見える戦闘シーンが視聴者を興奮させました。しかし、次々に湧いて出る無垢の巨人を相手に立体機動装置がガス切れし、巨人に捕食され退場してしまいます。この時期に活躍する調査兵団の兵士は、エルヴィンの下で腕を磨き、経験も豊富な熟練兵が中心といえます。そんな世代のナナバですら、あっけなく巨人に食われてしまうのですから、巨人の圧倒的力や不気味さが際立ちますよね。結局、ナナバたち古参兵の退場により、104期生が絶体絶命のピンチに陥り、104期ユミルの巨人化能力が明らかになり、物語が転機を迎えるきっかけになるわけですから、ナナバの死は調査兵団の血の入れ替わりを象徴しているとも言えます。8位、リヴァイ班。リヴァイ率いる特別作戦班、通称リヴァイ班のメンバーである、グンタ、エルド、オルオ、ペトラ。全員が数多くの巨人を倒しているリヴァイに選ばれた精鋭中の精鋭で、文句なしの強さを誇りますが、女型の巨人との交戦で全滅してしまいます。見事なコンビネーションにより、一時女型の巨人を追い詰めますが、女型の機転の良さと戦闘能力によって敗北、食いちぎられる、蹴り飛ばされるなど非常にショッキングなシーンでしたね。進撃の世界ではいくら強くてもあっけなく退場させられるんだと読者に印象づける退場劇であり、9つの巨人の強さを際立たせる一幕です。もっと活躍シーンを見たかったリヴァイ班ですが、エレンにとって特別な存在であるリヴァイ班が全滅することで、エレンはこの時選んだ自らの選択を悔やみ、悔いなき選択をする重みを痛感して人間的に一歩成長します。リヴァイ班の退場にはそういった意味があったのでしょう。ただ7巻の表紙を見てみると、リヴァイ班が生き残っていた場合の世界も描かれており、エレンの選択次第では生存していたのかと思うと悔やまれます。余談ですが、特に進撃の美人キャラの部類に入るペトラの退場を惜しむ声は多く上がっていました。エレンの姉的存在として今後の活躍が期待されただけに残念ですよね。加えてリヴァイ班全滅後にペトラの父が登場、アニメ版ではグンタやオルオたちの家族を描写するシーンが追加されており、ファンの胸を余計にえぐりました。7位、マルセル・ガリアード。マルセル・ガリアードはライナーやベルトルトと同じくマーレの戦士候補生で、アギトの巨人を継承します。リーダーシップに優れ、ライナーたちとバラディ島へ潜入した際にはマーレ戦士を束ねる立場にありました。しかし結局バラディ島潜入直後にライナーをかばい、104期ユミルに捕食され早期退場となってしまいました。マルセルの気質を考えると、もし彼が生きていればヒソ奪還作戦を優位に進めていた可能性があります。
104期ユミルがどこかのタイミングで9つの巨人を継承する必要があったため、マルセルが犠牲になってしまったわけですが、彼の活躍をもっと見てみたかったですよね。マーレの選手候補生の時は体力と起点の良さを評価され、アギトの巨人の継承者に選ばれていますので、それなりの実力者だったことが予想されます。マルセルはその死後もライナーや弟のポレコ・ガリアードの人格形成に影響を与えており、退場が悔やまれるキャラの一人です。6位ソバカス・ユミル。進撃の世界において1、2を争う不憫な境遇の人物といえば、エレンの同期104期生のソバカス・ユミルでしょう。彼女は孤児として生まれ、ヒソ・ユミルのスケープゴートになった後、巨人化させられ、バラディ島を60年間もさまよいました。マルセルを捕食してアギトの巨人を継承するも、最後はポルコ・ガリアードに捕食される道を選び、波乱の人生を終えます。運命に翻弄された104期ユミルでしたが、ヒストリアという希望を見出すこともできました。外の世界を知る104期ユミルがそのままパラディ島に留まって協力してくれれば、心強い味方になっていたことでしょう。それだけに最終的にマーレ側へ渡る決心をしたことが悔やまれますが、もし彼女がアギトの巨人を保有したままだと、その後のポルコからファルコへのアギトの巨人継承が叶わなかったかもしれませんから、やはり104期ユミルは退場する必要があったのですね。5位マルコ・ボット。104期生のうち成績上位10名に入る実力者だったマルコ・ボット。物語序盤からメインキャラになりそうな雰囲気を出していましたが、スパイとして潜入していたライナーとベルトルトの不審な会話を聞いてしまったことが引き金になり、巨人に無理やり食わされ退場してしまいました。マルコのように名前のついたキャラが物語の序盤で退場シーンの描写もないまま不自然な死を遂げたことに動揺したのは、彼の親友であるジャンだけでなく進撃ファンも同じでしょう。後にマルコの死の真相が明らかになると、彼の最後の言葉、俺たちはまだ話し合ってないという言葉の意味深さが増すわけですが、マーレ勢とパラディ勢の共闘に彼の死が影響を及ぼすなど、誰が想像できたでしょうか。マルコの死が巡り巡って意味を持つ物語の展開は本当に見事です。マルコは訓練兵として優秀なだけでなく、王へのピュアな忠誠心、優れた洞察力、仲間を思いやる気持ちを持つ人格者でもありました。もし生きていればアルミンのように頭脳派平和路線のリーダーとしての活躍が期待できたキャラですね。4位サシャ・ブラウス。メインの104期生は生き残るっしょという私たちの予想を鮮やかに裏切ってきたサシャ・ブラウスの退場は衝撃的でした。絶望展開が多い進撃においてコミカルな言動で笑わせてくれるサシャの存在は貴重で、その突然の退場にショックを受けたファンは多かったはずです。マーレ奇襲作戦で活躍したサシャはパラディ島へ帰還中の飛行船に乗り込んできたガビに銃で撃たれ退場してしまいます。サシャが亡くなった105話のタイトルが教団であった上に、その直前にコニーやジャンと俺たちはまた生き残ったという死亡フラグかのような会話をしていたことから、嫌な予感を感じていたファンも多かったようです。射撃能力に優れ、マーレ義勇兵を通じて獲得した銃を上手に扱っていたサシャは、生きていれば兵士として活躍の機会に恵まれていたはず。そんなサシャがどうしてこのタイミングで退場するのかと不思議に思ったものですが、彼女の退場はなくてはならなかったのです。ガビがサシャを撃ったことで、ガビはサシャの恋人ニコロとかつてサシャが救ったカヤとの間に確執を生むことになります。ニコロやカヤとの衝突を経て、ガビは人間的に成長します。未来そのものである世代のガビが成長するために、サシャの退場は避けて通れなかったのですね。余談ですが、サシャの最後の言葉は肉でしたが、実は肉ではなくニコロと言おうとしていたのではという説もあります。特に英語圏ではニコロの愛称がニックであることから、ニックと言おうとしていたのではないかという話なのですが、むしろニコロの名前の由来が肉から来ているのではないかという説も。主要キャラのサシャなだけに何か意味のある言葉だったのではないかと勘ぐりたくなりますね。3位ラーラ・タイバー。タイバー家当主ウィリー・タイバーの妹にして戦鎚の巨人の継承者であるラーラ・タイバー、エレンによるマーレ奇襲攻撃時に正体を明かしました。戦鎚の巨人は強力な武器を生成し、本体である人間の場所すら変えることができるなど規格外の強さを持ちます。9つの巨人の中でも戦闘力は上位と言えますが、ラーラ本人は兵士や戦士として訓練された人物とは言えません。鎧の巨人や女型の巨人のように戦闘要員として戦う経験も少なかったはずです。おそらくタイバー家にとっての戦鎚の巨人は武力というよりは権力の象徴として扱われていたのではないでしょうか。チート級に強い戦鎚の巨人ですが、スタミナ切れが早いという欠点があり、また本体であるラーラ自身は戦闘慣れしていない設定です。マーレ奇襲攻撃時、対エレンの巨人は戦鎚、アギと、射力が揃っており、バランス的にはマーレ勢優位と言える状況でした。
潜水が本領を発揮してしまうと、その後の話がスムーズに進まないため、あえて潜水の攻撃力を落とす調整が行われたのでは？と勘ぐってしまいますね。結局、ラーラは決勝隊に入ったまま、アギトの歯で粉々に砕かれ、エレンに捕食され退場しました。兄のように訓練を積んだラーラがエレンと前線する様子も見てみたかったですが、物語の都合上、エレンに速やかに捕食される必要があったと思うと仕方ないですね。2位、エルヴィン・スミス。13代調査兵団団長のエルヴィン・スミスは、統率力、カリスマ性、明晰な頭脳など、才能にあふれた、言わずと知れた、進撃の人気キャラクターです。ズバ抜けたリーダーシップで調査兵団を引っ張っていきますが、ウォールマリア奪還作戦にて、獣の巨人の投石が原因で退場してしまいます。瀕死のエルヴィンとアルミンのどちらを生かすのか？究極の選択を突きつけられた、涙なくして語れない、進撃の名エピソードです。エルヴィン退場後に進撃は物語の転換点を迎え、単純な少年漫画の域を超え、政治色も強くなっていきます。もともと武闘派というより頭脳派のエルヴィンは、こうした政治的駆け引きの場にあってこそ輝いたという見方もあり、その死が悔やまれるところです。マーレやヒーズル、世界との交渉が必要な場面で、ここにエルヴィンがいればと、アルミンでなくとも考えずにはいられません。エルヴィンを退場させるのはもったいなさすぎではという意見も上がっていますが、エルヴィンはいわば過去から現在を象徴する存在でした。地下室の秘密を解き明かすことに執念を燃やし、その後のビジョンは描けていません。対して未来の象徴であるアルミンが生き残ったことは、世代交代を印象付ける狙いもあったのではないでしょうか。ちなみにエルヴィンは物語中盤で退場してしまいますが、別冊少年マガジン連載終了時の人気キャラクター投票で堂々の2位に輝くなど、死後もその人気は衰えることがありません。1位、ミケ・ザカリアス。調査兵団においてリヴァイに次ぐ戦闘能力を有するとされるミケ・ザカリアス。実力とともに人の匂いを嗅ぐ癖があるなど、コミカルな設定が読者に人気でした。リヴァイの強さを前にするとつい存在が霞んでしまいますが、女型の巨人捕獲作戦や巨人化したラガコ村の住民と果敢に戦う場面などで、その戦闘能力の高さを見せつけています。ファンの間ではアッカーマンでも巨人でもなく普通の人間なのに、高い戦闘力の上、巨人の接近を匂いで気づくほど人並み外れた嗅覚を持っていることに称賛の声が上がっています。作中では無垢の巨人相手に戦う最中、獣の巨人により馬と立体機動装置を奪われるという圧倒的不利な状況で、戦う意志を失わず立ち向かおうとします。しかし最後は獣の巨人が操る無垢の巨人に捕食されてしまいました。普段は寡黙で冷静なミケが断末魔の叫びを上げながら退場していくシーンは、多くの読者のトラウマになったことでしょう。ただミケの退場に関しては少し不自然だったという意見もあります。命綱である馬と立体機動装置を奪われた状況では、ミケは自分の命を最優先に考え、獣の巨人の存在を調査兵団に知らせる方法を模索するべきでした。賢明なミケであればそうした結論にたどり着きそうですが、結局自ら獣の巨人を刺激して無垢の巨人に食べられてしまいます。肯定的な見方をするならば、ミケほどの実力者でもかなわないほど獣の巨人が強いと印象付ける演出だったと言えますが、物語の都合を考えるとリヴァイ並みに強いがゆえ、その後の物語を優位に進めてしまう可能性があったため、早めに退場させられたといったところでしょうか。調査兵団ナンバー2にもかかわらず、かませ犬的な扱いで退場させられたことに、今回のアンケートでも不遇すぎるという声が相次いでいました。以上、このように振り返ってみると、進撃には脇役主役級問わず魅力的なキャラクターが多いことがわかりますよね。誰が退場するかわからないハラハラ展開が進撃の面白さでもあります。それぞれのキャラの死の役目について、ぜひ皆さんのご意見もありましたらコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。